にちは、科学のお姉さん五十嵐美希です。どうも、新彦です。お願いします。お願いします。じゃん、今日はね、この風船を使ったサイエンスマジックを披露します。先生、風船好きだね。そうなんです。実はサイエンスショーでも風船は人気なので、この動画でもいっぱい披露していこうかなと思って。風船ってね、こうよく割れたりとかするじゃない。いや、それ割れますよ。そう、それが割れなかったり割れたり。ほう、どういうこと、気になる。実際始めてみよっか。はい、それではレッツサイエンス。いや、すごかったね、先生。すごかったね。風船3連発。そう。いや、すごい楽しかった。楽しかった。うん。どういう風な原理でああなったの？一つ目はね、風船にはへそというところがあります。へその部分は他の部分よりもゴムが厚くなっていて、串を刺しても穴が広がらず、空気も漏れません。二つ目はね、みかんの皮にはリモネンという成分が含まれています。このリモネンがゴムを溶かし風船が割れました。3つ目はね、巨大風船にかけていたのも先ほどと同じリモネンです。割れるまでに時間がかかったのは風船が大きい分ゴムも分厚くなったからです、ということなんです。なるほど、そういうことだったんだ、はい、いや、すごい盛り上がったね。楽しかったでしょ、うん、サイエンスマジックね。すごい、アナジロお兄ちゃん空中に浮いてたね。浮いてたからね。俺びっくりした。びっくりした、ね、これみんなもね、お家でもできるので、はい、最初はちょっと怖いかもしれないけど、耳栓とかしてね、はい、注意しながらやってみてください。ぜひ楽しんでください。はい、それじゃあまたね。バイバーイ。バイバーイ。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと、先生に質問ややってほしい実験があったら、ぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。